様、これぐれご令嬢地下に封印の一つが隠されていることが分かりました。アイネス様、アイネス様。そう、聖戦の時代、神の名のもとに機械獣ビーストによる支配戦争が繰り広げられていた。竜王旗ギルドラドの青年の戦いが今始まる。キングレオ様、すでに我が配下がコレグレゴリー王国城内に封印の一つがあると突き止めております。次の出陣、このアイネスにご命じください。次の出陣、アイネスに任せる。はっ。ビクター、ビクター。そこにいたの、ビクター。頼んでいたものはできてるかしら。望み通り、トルネードランチャーは取り付けた。そう、早速試させてもらうわ。なんだあれは。我が城に向かっているというのか。戻らねば。近代文明が栄えた中枢王国、このバーテスにかかれば砂のお城も同然。おまけコーナー、ミシン役のレナと旦那の姫役の和樹亮が110号ビーストキングの世界観をお送りします。この物語は旧世界がプルトニウムの暴発で滅んだ後のお話です。いきなりシュールね。
石造りのお城と町が残っている世界で繰り広げられる機械獣ビーストによる戦い全4話をそれなりにご期待ください。第2話では機械獣についてお話しするかも。それではまた。バイバイ。